井上浩二、恐喝容疑で逮捕します。ほら、結局格を決めたのは美香だけだよ。おい、え、ぼやかないぼやかない、ほら、いや、おいおい、覆面者にチェックする警官がどこにいるんだよ。覆面者、はい、あら知恵美香、ごめんなさいね、犯人を逮捕するんでそのまま駐車しちゃったの。あ、交通課の田代千恵さん、寮でずっと一緒なんです。初めまして、どうも。光栄です。どうも。ああ、一係で美香の先輩やってます、工藤です。いつまで挨拶してんだよ。変だよバカ野郎。光栄、頼むぞ。じゃあ、あの、寒いでしょうけど頑張ってください。はい、はい、バイバイ。ごめんよ、俺ああいうのよ、大好きなんだよ。グレイズ、何考えてんだよな。知らねえよ。よし、決めた、目黒画城にしよう。こんなてめえ、無線でいい加減にしろよ。あとやしつこいんだよ。頭殴られたみたいなんですよ。ちょっと指紋は無理そうですね。ガイシャは会社員だし、今ガメさんが免許証の住所を当たってる。ミカと公平は付近の聞き込み回ってくれ。ガイシャは島崎忠さん、42歳、新京運輸の営業課長。死因は脳内出血、ほぼ即死に近い状態だったと思われる。解剖の結果、死亡推定時間は昨夜の午後11時から12時の間。なお、体内からかなりの量のアルコール分が検出された。酔っ払いの喧嘩ですかな。亀さん、はい、ガイシャは温厚徳実、酒は好きだったようですが、カラオケさえ歌っていれば上機嫌といったタイプだったそうです。九条、はい、ガイシャは昨夜の8時に残業を終えてるんですけど、その後どこの店でこう飲んだかっていうのはまだ確認できてません。今のところ現場付近の目撃者は現れてません。うん、まず会社の足取り、それから交友関係も念のために洗っといてくれ。以上だ。ミカチュアン、チュアン、気持ち悪い、何ですか。なんだよ。この間のさ、交通課の彼女さ、付き合ってる彼氏いるのかな。交通課の彼女、うん、知恵のことですか。知恵かいい響きだな。屋上行くぞ。はい、付き合ってるやついんのかな。さあさあ、お前友達。屋上行くぞ。はい、分かってます。分かってたら早く行かんか。はい、
出かけるの？うん、婦人警官になるときお世話になったおじさんが倒れたらしくて、そのお見舞い。そう、この間友達も入院したって言ってなかったっけ？うん、今年はなんか年回り悪いみたい。元気出しなさい、そのうちいいことあるわよ。うん、どっかでさ、ボーイフレンドでも作ったら。うん、悪くないよね。その気があるならいつでも言ってね。一人心当たりあるから。わかった、じゃあね。気をつけてね。九条さんにはもったいないな。絶対にもったいない。いや、何やってんだバカタラ。もう次行くぞ次。ほら、A さん。あ？会社が飲んでた店見つかった。え？勇敢の会社写真を見たマスターから連絡があったんですよ。どこだ？向こうです。島崎さんが来たのは9時近かったかな。仕事が一段落したとかでかなり機嫌よく飲んでたんです。一人で？そうです。あの、その時なんか変わったことなかったですか？喧嘩したんですよね、島崎さん。喧嘩？ね、まあ日頃はそんなことないんですけどね、カラオケのことでちょっとね。おじさん、いい加減にやめろ。なんか文句あんのかよ。やめろっつってんだよ。あんまりマイクを離さないもんだから若い客が文句をつけたんです。それで？それだけです。私が間入ったら若い人引っ込みましたから。島崎さん何時ごろ出てきました？11時過ぎだと思います。若い方は？そのすぐ後です。そのすぐ後ですか？ええ。平さん、犯行時刻と一致するな。おはようございます。おはようございます。あ、母さん、はい、似顔絵できました。ああ、はい、これです。あの店にたまに来る近くの大学生らしいですな。学生？あの近くっていうと？明石です。似顔絵に似てる男が城東大学にいました。名前は中岡良次、25歳、経済学部の4年ですが留年を繰り返してるそうです。住所は緑台3丁目八坂パイフラットに一人住まいです。じゃあ案内してください。あ、どうぞこっちへ。検出された血液型は被害者のもので一致しました。で、同じマンションの主婦が俺たちに気づいて逃げてった中岡を目撃してます。中岡で決まりですね。店を出た会社を追って喧嘩を蒸し返したんですよ。カラオケのコロンを根に持った末の犯行か。中岡良次は父親が建設会社経営しているドラ息子でして、まあ、城南署で起こした傷害事件もそうなんですが、自分の思い通りにならないとカッとなって見境がなくなるらしいんですよね。女性関係がかなり派手でいつも違った女を連れて歩くのが自慢だったらしいですよ。なんちゅうやっちゃ、俺はもうそういうやつは絶対許さないですよ。なんで？いえ、まったく若いのにろくなやつはおらん。実力にさっぱり伴わなくすんない。よし、逮捕状請求だ。中岡の立ち回りそうなところ徹底的にやろう。はい、はい。あの子が人殺しよ。人を殺したんですか？いえ、その疑いがあるっていうだけです。息子さんから連絡ありませんか？いえ、別に。なんということを。こんな大事な時に。大事な時って言いますと？いや、あの子の妹の縁談が決まったばかりなんですよ。妹さんの縁談ですか？いや、信じられませんな。信じられない。あんなに自由にさせてきたのにな。妹のさゆりです。息子さんの立ち回りそうなところご存じありませんか？いや、別に。冗談じゃないわよ。あの男のこと私に聞かないでよ。知らないわよ、あんな奴なんか。関係ありませんから、私。
これじゃ中岡だって警察に通報されるのが怖くて誰にも連絡できないじゃないかしら。あれだよな、虚しい男女交際の結末だよな。ざあなにやがれ。かなり事情が混じってるなあれは。おはよう。おはよう。大変ね、捕まりそう？捕まえなきゃ。女の人たくさんいるんだってね。それがね、悲惨なの。誰も彼のことなんか心配してないんだから。へえ。まだどこにも連絡ないの？逃走資金だってそんなに持ってないんだし、どっかに連絡してくるとは思うんだけどね。あれ、珍しいね、知恵が事件に興味持つなんて。大変だなと思っただけよ。そう。おばさん、コーヒー。張り込みですか？そうだ。女性で名前は言わなかったが、今夜21時、八坂橋に中岡が現れるそうだ。神様向かってる。一応張り込んでくれ。わかりました。女か？ええ、付き合ってたうちの誰かでしょうかね。何が付き合ってるだよ、お前。アホだぜ中岡は。あんなに女たちに切られたのも気づいてねえのかな。八坂橋？はい。はい。ちえ。何やってんの、ほら。知恵かな。ん？松原知恵子か。他人の空にってやつですよ。なんだよ、他人の空豆っつのは。近寄んないとアベックに見えねえぞ。仲の悪いアベックなんです。かわいくねえな、お前は。やっぱりガセなのかな。車のナンバーはすぐ手配したんですけども、やつはナイフを所持していたようですね。ああまずいな、もうその調子はまた人傷つけるぞ、ね、3人もガン首揃えて何してたんだ君は。はあはあじゃないよ。女はどうした？女、女だからさ、その密告してきた女だよ。正体分かったのか？いや分かりません。これで明日の記者発表も、頭の下げっぱなしに決まったよ。もう、大変ですね。中岡が逃走に使った車が発見されました。中岡どうした？いや、発見されたのは車だけでした。場所は？桜台です。緊急手配してきました。わかりました。課長。うん。今日も遅いですから、お帰りになったらどうですか？バーナー言っちゃいかんよ君。冗談だよ。こんな時に君もう帰れると思ってるのかな。こんな、まあでもな、ちょっとそれ、まあ俺がいてもあんまり役に立たないから、あと君に任せて失礼するよな。知恵、あら
まだ起きてたの？遅かったのね。うん、ほら例のお世話になったおじさんよ。今日退院して自宅療養になったから、そのお祝い。そう。知恵、今日富士見町に行った？富士見町？ううん、おじさん家は板橋、全然方向違いよ。それよりカラオケ殺人の犯人まだ捕まってないんでしょ？え？うん。ダメね、相手は学生なのに。どこに隠れてるかも分かってないの？捜査機密か。もう寝よう、私疲れてるの。じゃあね。デートですかね。追えば分かるの。気づいたんですかね。とっくに気づいてるな。いらっしゃいませ。完全に気づいてますね。うん、でもなっきはなかったみたいだ。お電話です。もしもし。ええ、私お金持ってきたわ。なんで刑事が一緒にいるんだよ。お前の後に入った二人のうちの一人は顔に見覚えはあるんだよ。刑事？知らないわよ、刑事なんて。だからすぐ来て。近いぞ。本当よ。本当だったら。もしもし。もしもし。俺たちがここにいるの承知でお姉さんを呼ぼうとしたね。捕まえてほしかっただけです。あんな人兄でも何でもありません。家族にも裏切られか。当然の報いですが、厄介ですな。こうなるとやけになって何しでかすか分かりません。他に中岡が立ち回りそうな場所ないのか。付き合ってた女たちを当たらせてはいるんですが、まだこれといって浮かんだものはいません。やつは二度にわたって人を頼りにしてる。本質的にはかなり甘えん坊だな。交友関係徹底的に洗い直してくれ。中岡さんが連れてきた女性のことならもう前にも話しましたよ。うん、なんか別に思い出したことがあるかなと思ってね。さあ、ありませんね。ここに連絡ありませんでした。あったら警察に知らせてますよ。ちょうだい。まあ、なんかあったら知らせてください。え、あ、ちょっと、そういえば1年くらい前だったかしら、中岡さんと何度か見えた娘さんがいたわ。前分かりますか。さあ、そこまでは。
でも顔ならなんとなく可愛い人でしたから。どうしたの？いや、中岡が以前付き合ったらしい女の似顔絵なんですけどね。俺どっかで見たことあるんですよ。見せて。ね、いつ頃の話？いや、1年前とか言ってました。1年前？どうかしたんですか？それってあの田代知恵。交通課の巡査で私と寮が一緒なんです。彼女が男性と付き合っているっていうのは素振りは今までにもあったのか？はい、はっきり好きな人がいるって言ったことがあります。そのことで悩んでるって。悩んでるね。それがちょうど1年前なんです。時期的にも一致するか。それで今回の事件のことも気にしてるんだな。はい。他に何か気がついたことは？あるのか？はい、いつもは地味な彼女が隠れて派手な服装で街を遊び歩いてるようなんです。どうしてか分かりません。よし、それじゃあしばらく様子見てみるか。はい。このことはまだ浩平君しか知らないので、はっきりするまでは。分かった、浩平と二人だけで動け。すいません。うん。
se llena de alegría, es la luz que ilumina mi día. Felicidad.